気持ちのまんま暮らしているものですから、自然が自分としては大好きだし、その気持ちが絵に出ればいいなと思って、こう自然参加とか、自然を愛するからこそ生み出せた神秘。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家坂本一樹。大学で日本画を学んだ彼が行き詰まり立ち止まった時、ふと思い出したのが子どもの頃に夢中になった塗り絵。ただ塗る楽しさっていうのを思い出そうと思ったものですから、市松にこうフリーでこうフリーハンドで市松に立て立て横横って線を引いてみたんですね。でそこにできた形に一生懸命一個ずつこう色を塗り分けていった。そしたら、まあ、一枚の紙がなんとなくこう画面が出来上がって、なんかこれ面白いなと思って、一本の線を引くことから始まり、線と色が重なり合うことで生まれたのはそこにある自然。何気なく目にしているところ、例えば植物の形とか昆虫だとか動物だとか、そういうものがこう自分に染み込んでって、ふっと出てきてる形、抽象的な表現ではあるけど、やっぱり日本画の花鳥画、山水花鳥風月っていうふうに自分では納得してやってます。はい、あえて無意識に描くからこそ生まれる神秘の存在。神秘っていうものがもうそこかしこにあるっていう、しかもそれが自分にもあるっていうことなんですよ。何気ないんですけど、何億年のこの歴史の中で生まれてきたこういう一人の人間が引く線、っていうのはやっぱり不思議だなっていう、神秘だなっていう。全てが神秘だから、自分にしか表現できない神秘を作品に込める。そんな坂本一樹のブレイク前夜、もう何を描いてもいいなっていう気分ではあるんですよ。今これやってますけど、だんだん何描いてもいいんだろうなっていう気がしてます。この絵画っていう手段で、表現手段で、この南房総の自然の中から、ここからしか生まれない絵をこう伝えていきたいっていうことです。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は仏師彫刻家加藤義山のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。